マジマのゴロ、マジマゴロ、うぅ、うわ、来ました。え、兄さん強いっしょ、めっちゃ。あ、ビサビサだ。勝てる気がしないんだけど。くれ。あ、兄さんに血が出てしまった。だって兄さんのさ、戦い方めっちゃ早いよね。うっ、やば、いけ。あ、あ、危ない、危ない、うわ、うわ、うぅ、やられた、やばい、やばい、いけ。あ、めっちゃ避けるの早いんですけど。いけ。どうしよう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はや、早すぎる。はは、強い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 。え、何この技、待って、無敵すぎる、死んでしまうよ。ほら、いっぱい買ったから私立ち向かうぜ。あ、なるほどね、力尽きるんだこの後。怖っ、うわ、いけ、ああ、はあ、くらい、ほら、くらい、兄さん、いけ、よし、いけ、うぅ、よいしょ、うぅ、うぅ、来た、よし、いけ、うぅ、あぶなぁ、この後早いんだよね、お、早い、あの連続狙われたらやだな、また、めっちゃ早い。兄さん待って。よし。ホームラン打ってやる、兄さんにも。兄さんのこと好きだけど。ごめん。ああ、早い早い早い。怖い。うわ、来た来た来た、これ。ねえ、何なの？よしよし。今だ。いけ。あれ、聞かないの？これ。なんだよ。はぁ、あ。やばいじゃん。めっちゃ強くない？いけ！え、はぁ、あ。待って。い、い、ああ、避けられる。ガードされる。めっちゃ強い。ああ、いけ。よし、よし、当たった。当たった、当たった。ああ、来た。よし。いけ。よし。よし。もう、ルーティン分かってきたんだよ、兄さんの。こっから大暴走するから、兄さん。あ、よし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 、いいぞいいぞいいぞ、あ、早い早い早い。ねえ、分身使いすぎ、手加減して、25年ぶりなんだからさ。よいしょ、ああ、あ、来た来た来た、あ、怖い、こっちからの味方、あ、兄さん。いっぱい買っといてよかった、ほんと。よし。あー、またこれか。やめろ。うー、いけ。うー、あとちょっとだぞ。勝つぞ、絶対。うー、やめろ。よし、よし。
後ろ、よし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 、はあ勝った兄さん、ありがとう、勝った。あ、すごい悲しそうな顔してる。あー強かった。どうしたんや兄弟、もう終わりなんか、もう終わりやっちゅうのか。真剣だよこっちは。お、やめた。兄弟、なんや、お前も俺も変わったな。うん、そうか。昔はもっとギラギラしてた。ギラギラ。いつの間にか俺もお前もええ親父になってしもた。お前の関西弁も板についとるやないかい。あ？なんや、バカにしとんのか。いや、ちゃう。ただな、昔のお前は俺にとってもっともっと強かったような気がするんや。うん、大体その眼帯はないんや。眼帯ね。そんなもんしとるからこれは関係ないわ。あー隠した。もうこの目とも25年の付き合いやからな。25年。うん、せや、俺や些細のおじきがお前を失ったあの日、俺はこの左目も失った。なんやと。うん、両目があった頃よりも実際弱くなってしもたのかもしれへんけどな。うん、まあ元が強かったからちょうどええわ。ポジティブ。兄弟。あ？その左目、あの事件に関係しとるんか。お前があの日こんかったんはその目に関係してんのか。うん、教えてくれよ兄弟。あの日、あの時、なんでお前は来られへんかったんや。うん、あの上野清和会の襲撃計画。うん、あれは多分仕組まれたことやったんや。え、多分。せや、せやけど確かめようにも確かめられへんねん。なんで。俺らをはめたかもしれんやつは、うん、ついさっき殺されたらしい。誰なんや、そいつは。柴田や。柴田和夫。おそらく奴が些細のおじきやお前、それに俺をはめた張本人や。柴田和夫。第2部完、終わった。皆さんこんにちは、八田エミリと申します。今日も龍が如く4をやっていきましょう。前回はね、真島お兄さんと出会って、あの戦って、その後さやじまさんがね、兄さんにいろいろ聞いてたところで終わりました。今日別日です。前回8月27日だ。噛まないように頑張ろう今日。よし、
お、1985年4月21日、とある倉庫内。真島兄さんの両目の頃だ。若い。こないなとこ呼び出して、何のつもりなんすか。しばらく会わないうちに関西弁、うまくなりましたね。よく努力されてるようだ。誰だ。島野さんが目をかけているのもよくわかります。せやから何なんすか。用があるなら早言うてください。柴田はんやった。礼服ですか。今日は誰かの葬式ですか。いや、それは別に。なんか映像も古くない。ああ、そういえば笹井のとこの冴島も今日は礼服を着て出かけて行ったみたいです。そうですか。うん。担当直入に言います。今日の上野義晴の襲撃、真島さん行かないでください。柴田さんに言われてたんだ。どうしてそれを。あなたと冴島は今日出所直後の上野義晴を都内のラーメン屋で襲う、そういう計画ですよね。実はあの計画ちょっと問題がありましてね。え？予定を変更させてもらうことになりました。どういうことや。うん。上野清和会を今潰すのは得策ではない。堂島組長がそう判断したということです。え？何やと？変更？そう興奮しないで。プラ変更。これはあなたが所属する堂島組が決定したことなんですから。柴田はん、ちゃんと説明してくれや。うん。そもそも今回の上野義晴襲撃の計画、なんか座ってる。あれは堂島組が都内の島拡大のため計画したのがことの発端です。その計画を堂島組は笹井組へと託した、うん、そこまでは知ってますね。なあ、せやから堂島組の俺と笹井組の冴島がやることになったんや。うん。そうです。でもこの計画何かおかしいと思いませんか。何がや。我々東条会はどうして出所直後の上野義晴が都内のラーメン屋に来るという情報を知り得たのか、うん、考えてもみてください。2年もの間刑務所に入っていた人間が出所直後ラーメンを食べるなんて陳腐な行動に出ると思いますか。ラーメン好きじゃないの。上野清和会の総長ともなれば組が用意した方面祝いに向かうのが常識です。それはおかしいんですよ。この話は最初から裏の内通者によって仕組まれた可能性が高いんです。いい。内通者。狭く人目につかない郊外のラーメン店、襲ってくださいと言わんばかりの場所にわざわざ出所直後の大物が行くと思いますか。それじゃどうして上野は、うん、おそらくこの計画裏で上野清和会の裏切り者と東条会の裏切り者とが手を組み仕組んだものなんです。裏切り者やと。ええ、上野が出所後そのラーメン屋にやってくるという情報を出した人間、それを仕入れた人間、それが上野清和会の裏切り者、うん、東条会の裏切り者ということになります。それは誰なんや。東条会の裏切り者は分かっています。え、笹井秀樹、今襲撃に向かっている冴島大河の親、笹井組の組長である笹井がこの情報を仕入れた張本人です。笹井のおやっさん。笹井のおじっき。笹井は上野清和会とつながっている。笹井は東条会に上野が現れる場所の情報を流し、わざと我々が襲撃するよう促した。どうしてそんなことを。戦争を起こす気なんですよ。戦争。笹井は東条会が上野清和会に手を出すきっかけを作り出すことで、うん、逆に上野清和会が東条会相手に戦争を仕掛ける理由を作り出そうとしているんです。そないなことして何の得になるんや。さあ、そこまではわかりません。ただ上野清和会にとってはこれ以上ない戦争の大義名分が出来上がる。何せ
先に手を出したのは東条会なんですからね。きっと笹井は上野清和会側の内通者と手を組み、戦争の事態収拾に動く。そうなれば笹井は一躍東条会の幹部候補として名が売れる、そんなとこでしょう。汚いやり方。真島さん、今日の襲撃、堂島組の人間であるあなたは言ってはいけない。このまま襲撃に向かえば、堂島組長、いや島野さんにも迷惑をかけることになってしまいます。そういうことだったの？真島さん、私の話聞いてますか？兄弟はもう向かってねえや。じゃあ俺はどうしたらいいんじゃ。真島さん、あんたは俺に兄弟を裏切れっちゅうか。このまま見殺しにせえっちゅうか。落ち着いて、落ち着いて。俺は行く。たとえどんな裏があっても構わへん。うん、俺にとって佐江島はたった一人の兄弟なんじゃ。かっこいいよ。でもそれじゃああなたの身も。うるさい、関係ないわ。こっちはそないのもとっくに捨てる払ってきたんじゃ。兄さん。そうですか、それじゃ仕方ありませんね。おい。え、うわ、いっぱい来た輩たちが。6、7、8人。こういった手荒な真似はしたくなかったんですが、残念です。え、何？戦う？あ、柴田。無理やりじゃん。あなたにはしばらくの間ここで暮らしてもらいます。ここで？柴田。あ、ここ、もしかして。くそ、なんて野郎だ。この人数相手にへこずらせやって。いた。すごい頑丈に縛られてる。いい根性してるぜ。さすが襲撃を任されるわけだ。うわ、ナイフ。いいか、俺たちは親父の命令であんたをここに監禁してるわけだが、うん、殺すなとしか言われてねえ。つまりだ、暴れたあんたを落ち着かせるためなら多少の傷を負わせても、うん、何にも問題ねえってわけだ。やめてくれ。例えば目ん玉の一つくらいだったらな。やばい。さあ謝れ、泣いて俺に詫びろ。できん。何？俺が頭下げれんのは、うん、自分の親父と自分が認めた男だけや。強い兄さん。それじゃ覚悟はできてるってことだな。目ん玉一つくらいでお前には頭下げん。すごっ。ああそうかよ。あ、うわあ、やられてる。やば、あの人だっけ。第3部谷村正義、かっこいい名前じゃん。あ、一生カムロ町のダニ。かわいそうに真面目お兄さん。ん？ 3 月8日12時。あ、この刑事さんだ。答えろよ。なんでお前あの日スカイファイナンスの前の現場にいたんだ。あ、こん時戻ってきた秋山さんのとこに。仏の顔にお前の指紋がべったりくっついていた。仏の顔、死体に素手で触れるデカがいるが普通。おいてめえ、俺の話聞いてんのか。
聞いてんのかって聞いてんだよし来い。え、なんだお前。お、なんか聞いてる。お、何聞いてやんだ。てめえ、なんだ今日競馬、競馬か。たくどうなってんだよ、生活安全かよ。まあそう目くじら立てないで。ああ、もういいですか、時間ないんで。あ、なんかチャライ系の刑事さん。あ、こういう系。なんすか。一つだけ忠告しておいてやる。一人で何を嗅ぎ回ってるのか知らないが、うん、妙なことに首突っ込めると親父さんの二の舞になるぞ。親父さん、うん、なんだ靴ピカピカ。何見てんだ。いや別に。ご忠告どうも。どこ行く。見回りですよ。警らは生活安全課の基本ですから。警ら。何が見回りだ、うん、どうせ違法営業店を脅して口止めに賄賂もらったりしてんだろうが。え、悪い警官じゃない、まあ、ご想像にお任せします。それじゃ。なんか緩いね。ダニが。ダニ、あ、この人のことなんだ。谷村刑事だっけ。谷村くん、トト、谷村くん。リアル。よかった、追いついて。優しそう。ああ、なんだ。お、どうしたんですか課長、うん、あ、どうしてもこうもしてもないよ。昨日君警ら中にカムロ町のジャンソー行ったでしょ。ああ、行ったような。困るんだよね、職務中に正々堂々と麻雀なんかしないでよ。遊びすぎじゃないこの谷村さん。はあ、まあさっき君に何万も取られたって人から通報があってさ、ちょっと対応に困ってんのよ。めっちゃ悪い人じゃんこの谷村さん。誰ですかその通報してきたってやつは。教えられないよ、君に教えたらその人捕まえて仕返ししちゃうかもしれないでしょ。退職させた方がいいね。とにかくちょっとはこっちの身にもなってよ谷村くん。君がそんなんじゃ君のお父さんに顔向けできないよ。君を生活安全課に引っ張ったのは僕なんだからね。記載さんね、すいません。それじゃ頼んだよ記載さん。かわいそう、よく入れたな本当に。何してんだ谷村さんは。うわ、え、密告者を探せ。あー、谷村さんなれんの。さてと、警察に垂れ込んだやつを見つけ出すか。まずは雀荘に行くとしよう。